コンルクルク、今日は子供の時食べていた駄菓子、大人になって食べるとどう評価が変わるのかを検証してみました。美味しいものから5段階で評価していきたいと思います。キャベツ太郎、ソース味が効いていて丸いサクサクしたこいつ、子供の時の評価は4、大人になってからの評価は変わらず4。この濃い味がたまらない、どこにキャベツ要素があるのかは不明だが美味しい。ココアシガレット、少し大人の気分を味わえるこのお菓子、子供の時の評価は3。ちょっと背伸びして加えてたあの日、大人になってからの評価は2。いやー、これね、実際食べるとね、ほんと粉っぽいんですわ。かば焼きさん太郎、リーズナブルにかば焼きを味わえるこの一品、子供の時の評価は5。もうあのタレを舐め倒しましたね。大人になってからの評価は3。食ってみるとこれかば焼きじゃないよなっていう感が否めないですね。やったーめん、当たり付きの乾燥ラーメンのお菓子、子供の時の評価は3。当たり付きは嬉しいのですが、どうしてもベビースターと比べるとコスパが悪い気がしていました。大人になってからの評価は5。つまみにもなりちょうどいいサイズ、そしてこの後味のコク、最高です。さくらんぼ、爪楊枝をぶっ刺して食べるお餅風のお菓子、子供の時の評価は3。これを食べて乳歯が抜けた思い出があります。そう、歯炎です。大人になってからの評価は2。香りだけ強く味が薄い、そして食べにくい。もち太郎、揚げた餅菓子、子供の頃の評価は3。なんといってもこのパッケージのそそられないデザイン、大人の時の評価は4。あれ、こんなうまかったっけ。最後に残るあのピーナッツもグッド。うまい棒、駄菓子界の絶対王者、子供の時の評価は5。子供の味方、10円のオアシス、大人の時の評価は5。いや、だって今でも普通にコンビニで買うでしょう。バリエーションも多く、何味が好きかで論争が起きるこの王者。ちなみに推しはサラミ味です。ビッグカツカレー味、少し子供には値段のハードルが高いこいつ、ただ豪華な気分を味わえました。子供の時の評価は4。腹持ちとこってりは子供の正義、大人の時の評価は3。ランクダウンの理由としては美味しいんだけれども胃もたれする。プリンちゃん、プリンの味がするチョコレート、子供の時の評価は2。プッチンプリンのような味はします。大人の時の評価は1。化学の甘さが口に広がり、いつまで経っても離れてくれません。焼き芋羊羹、この年寄り臭そうなものは子供の時にはなかなか手をつけなかったですね。子供の時の評価は2。実際思い出はないですね。大人の時の評価は4。結構クオリティが高く、茶菓子としてもいいんじゃないでしょうか。きなこ棒、水飴にきな粉がついたお菓子です。ちょっと昔になると爪楊枝に刺さってて、その先が赤かったら当たりというものがありました。子供の時の評価は3。飲み物が必須になるのでちょっと避けてましたね。大人の時の評価は5。ちょうどいい柔らかさと上品な甘さ、無限ループに陥るところでした。今回レビューしていきましたが、皆様の中でベストオブ駄菓子は何でしょうか。それではおつるくるくでした。